顔なじみの店主に見送られ、はじけるような笑顔でレストランを後にする4人、その中心にいたのが広末涼子、43歳だった、この日は5月5日、子供の日、約1年前彼女と共に世間の注目を浴びたあの有名シェフの誕生日だ。ミシュランシェフの鳥羽周作氏、46歳、との W 不倫騒動後、芸能活動を無期限で謹慎し、沈黙を続けてきた広末。 そんな彼女は今年2月、長年二人三脚で歩んできた事務所からの独立を発表し、この4月中旬には約11ヶ月ぶりにメディアの前に姿を見せた。終始笑顔でしたが、新たな一歩を踏み出すんだという決意も感じましたね。騒動前のように CM 契約を獲得するのは容易ではないでしょうが、女優としてのオファーは断続的に届いているようです。芸能関係者。ただ、 このイベント出演をめぐっては、一部のメディアから演隔の声も。久しぶりのイベント登壇とあって、取材申請が殺到しましたが、蓋を開けてみれば取材できたのは10社のみ。テレビ数社に美容・ファッション系の媒体などが厳選され、スポーツ紙は以前から実婚の1社のみでした。騒動後初の公の場、と報道されましたが、取材がかなわなかったメディアからは、全然。 こうじゃないいとの声も上がっていました前で芸能関係者ともあれシングルマザーとして3人の子供を育てつつ心機一転芸能活動再開となった広末冒頭のシーンは恋人である鳥羽氏の誕生日に子供たちと共にパーティーを開き食事を終えて幸せオーラ満開の広末一家が店から出てくるところだ お店は鳥羽さんのお店からほど近い、庶民派中華レストラン、リーズナブルな価格で本格的な味が楽しめるとあって、地元でも長年愛される名店です。鳥羽さんはここの店主と親しいようで、休日に特別にお店を開けてもらったとか、この日は広末さんの長男以外の2人の子供も参加していたようです。年内結婚へという報道もありましたが、本人たちは焦っていない。 まずはお互いの仕事を安定させることを優先しているようです。飛ばしの知人。広末の子供たちもすっかり飛ばしに懐いているようで、パーティーの後は広末抜きで、二人の子供と一緒に近くのゲームセンターに繰り出した。連休中で人通りも多かったので、はぐれないように三人はしっかり手をつないで歩いていました。ゲームセンターではクレーンゲームに熱中していて、 鳥羽さんは子供たちにせがまれると何度もお小遣いを渡していましたよ、居合わせた客。昨年7月、東京スポーツの取材に応じた鳥羽氏は、不倫したことで、子供に謝罪しろって言ってますけど、僕は向こうの子供と仲悪くないから別に。と、良好な関係を強調していた、あれから1年余り、幼い子供がはしゃぐ様子に目を細める姿は、まさに父親のそれだったという。 子どもたちからの信頼も得て、本物の家族になる準備はすでに整っているようだ。